こんにちは、伊藤電機です。ただいまよりパワーモーラーと、ID パックの説明をいたします。パワーモーラーとはこのローラー、その中にモーターとギアを入れた、我々の製品でございます。パワーモーラーの特徴としましては、こちら の, あのコンベアの一部にパワーモーラーが設置しております。でそのパワーモーラーが、こちらのようにフリーローラーと連動しております。それで駆動することができます。でその駆動に関しては、その必要なとこだけ、動かすランオンディマンドという機能がございます。物が来れば、駆動する、通過すれば停止する、そういう制御を我々の技術で、組み込んでおります。ですからその効果としては、従来のコンベアに比べると 60% のエネルギーの節減が、可能になります。レイアウトの変更をするためには、この F フラットといわれる異彩機が必要になってきます。この特徴としましては、3本のパワーモーラーを使っております。で、ちょっとこうご覧いただきたいんですけども、搬送物の高さを上下させない転換機になっております。まあ、この技術を生かしてラインのレイアウトを簡単に入れ替えることができるということになります。今回展示させていただいた ID パックとは、現在、本当にこう深刻になっている労働者不足、また設計者不足のための解消するための、コンベアのコンセプトを持っております。例えばですね、物流センター等では、レイアウトを変えないといけない、変えたいというお客さんがたくさんいらっしゃいます。その中で設計者がいなくても、我々の ID パックの技術を使えば、いとも簡単に、コンベアのレイアウトを変更することができます。そういうコンセプトを持っております。この技術は、これからの技術として我々期待をしております。まずは、設置が早い、それと先ほどもちょっと述べましたけども、設置する作業者の方、またその設計者の方の負担を極力、減らすことができる、まあ、そういう技術が、これからのコンベアに求められてくるんじゃないかなと、思っております。我々の今後の展開としましては、このパワーモーラーの技術を生かして、それぞれのゾーンに、IP アドレスを持たせております。そのデータを使って遠隔操作、あとリモートメンテナンス等の対応をしてまいりたいと思っております。伊藤電機はこれからも搬送分野で貢献してまいります。頑張ります。